安倍首相、中国から世界に拡散、WHO の検証を要求。先日、安倍首相が桜井よし子さんの言論テレビの中で、COVID-19 に対する WHO の対応の検証について、EU とともに公平で独立した包括的な検証を行うべきだと提案すると明言いたしました。さらに、 COVID-19 は中国から世界へ広がったのは間違い,ない間違いない事実だ。自由な形で情報や知見が共有されないといけないと主張しておりますけれども、えー、こちら WHO の幹部は記者会見にて中国から情報提供を受けるために協力したと説明してしまっておりますので WHO の対応には中国政府の意向が相当程度 反映されれてているものと見られております。日本政府にはこういった WHO の問題徹底的に検証していただき今後危険な感染症が同じように特定の国の意向で世界中に拡大するような事態が続かないように WHO の抜本的な 改革も含め、厳しく対処していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。